てる。大丈夫。落ちてるよね。落ちてる。これで来たのかな。来ました。でも後ろになってない。そこが後ろになっちゃってる。あ、来ました。ごめんなさい。本当に今日ドタバタなんで、ちょっとあの多々ね足らないところがもうありすぎると思うんですけれども、ちょっと皆さん緊急企画楽しんで見ていただければと思います。ダメダメですよ。ダメダメですね。OK。ありがとうです、ポンポンさん。ですね、何をするかというと、例えば、ちょっと待ってください。ちょっと書きながらトークってできないんですよ。はい。例えばですね、こんな風に、好きな声の男性アーティスト、こんな風にお題を、決めていきまして、私がランキングを取ります。これね、自分の独断と偏見なんで、ジャンルとか何も関係ありません。何でしょうコーヒー飲んでるよ。リュウリュウちゃん、コーヒー飲んじゃダメ。はい。こんな風に。はい、第3位。私、ナオトインティラミさんが好きで、すごい好きなんですよ。あのね、なんで好きかっていうと、声もやっぱ好きだし、ナオトインティラミさんの書くリリックがすごい好きで、なんか、まっすぐな言葉なんですよね。ナオトインティラミさんの書く詩って。で、私はなんか、まっすぐな言葉ってそんなに、ぶっちゃけた話、あんまり好きじゃないんですけれども、なんか、それをちゃんと歌の技術でカバーできるっていうか、なんか、すごい伝わる歌を、なんか歌ってて惹かれるんですよ、ナオトインティラミさんの歌って。それですごいなんか最近ずっとね、暇さえあれば YouTube で聞いてます、ナオトインティラミさん。ぜひ皆さん聞いてみてください。で、第2位はと言いますと、ごめんなさい、漢字書けません。はい、じゃん、第2位、牧原紀之さん。牧原紀之さんいいですね、すごいね。私どんな時もって歌が好きで、歌詞すごい好きなんですよ。いいね、いいですよね。なんだっけ、どんな時も、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなことは好きという気持ち抱きしめていたいっていう歌詞がすごいね、心に響いてですね、私もこんな歌詞書きたいなって思って。あとマッキーの歌、声ってすごいなんか癒される声なんですよね。マッキーってたくさんでしょ。そう、たくさんプロデュースのマッキーです。一度ね、ぜひお会いしてみたいですね。たくさんじゃない、牧原紀之さん。でですね、第1位はというと、これは漢字書けそう。あれ？あ、名前忘れちゃった。はい、じゃーん。久保田さん。久保田俊之さん。俊之ってどうだっけ？あれ？ごめんなさい、漢字書けません。あれ、たてちゃん、今、飛行機？飛行機移動中に聞いてます。おー、ポンポンさん、山そんなわけがない。実践大丈夫だったの、ポンポンさん。そうだよ、さてちゃんも大丈夫でした。自信だって、昨日夜ちょうど山ちゃんのネットテレビが終わった時に、飛行機に乗るんですか、これから。飛行機移動中ってどこ行くんだろうね。
どこ、また中国あたりかな。なんかね、前ね、タテちゃんがね、冬に、まだクリスマス時期で、イルミネーションのね、写メ撮ってて、すっごい綺麗だったの、それが。すごい中国行きたくなって、韓国だったかな。あ、乗らないんですか？あ、乗らないのか。乗らなかったのか。だから飛行機移動中に聞いてますって。そうなのね。はい、あのですね。第1話の久保田のりゆきじゃないよ。久保田としゆき？あれ？名前ど忘れしちゃった。好きな声なのに。あの、とりあえずあの、私、久保田さんの声が、マジで好きで。あ、出張の移動だけに聞いてるって。そう、久保田としのぶさんだよ。そうだよ。としゆきじゃないよ。あの、のぶってあれでしょ？あの、のぶって、人弁に、田んぼが出っ張ってるやつ。そう、としのぶだね。こっち。そう、久保田としのぶさん。としゆきさんって誰ですよ。そう、この久保田としゆきさんがすごい好きなんですよね。てかもう、あの人、神様ですよ。もう、あの、もうね、声といい、なんだろう、歌う技といい、最高です、あの人は。本当に。でも、RB でもいけるっていうか、本当は RB で、基本っていうか、R&B 歌手なんだけど、ポップスも歌えてるし、まあ当たり前なんですけどね。ソウル RB でしょ。ソウルか、ソウル RB か。うん、本当にね、でもね、久保田さん好きよ。俺はね、鈴木雅之の方が好き。ああ、鈴木雅之さんもね、声かっこいいっていうか、歌うまいよね。あと、うん、ブラザーコンで一緒にやってたんですよ。ブラザーコン？うん、キャラも最高ですよね。キャラも最高。久保田さん。さあ、皆さん、何かお題があれば、私、何でもランキングつけますので、言ってください。なんかありますでしょうか。あれ言わなきゃね、私どんどん進行してきますよ、自分で。あの、7チャンネルっていうのは、自分の好きなことを好きなだけやりたい放題やるっていう番組なので。うん。肉生じゃないんだ。やりたいように、はい、自分のやりたいようにさせていただきます。あの、せっかく7チャンネルっていう自分の30分枠もらったんでね。好きなこと言わなきゃ。なんて書いてある？好きな食べ物。わー、好きな食べ物来た。あのね、ポンポンさん、好きな食べ物って言いますけど、食べることが好きなんですよ。わかります？美味しいものを食べることが好きで、まあいいや。とりあえず書きます。なんだろう、好きな食べ物か。これが何なのか。あ、なんか分かったみたいですよ。パソコンがもしかしたら動くかもしれません。りゅうちゃん。りゅうちゃんちょっと邪魔。ですね、好きな食べ物。好きな食べ物だから、デザートでもいいし、おかず系でもいいしってことだよね。とりあえず、じゃあ書きます。りゅうちゃん邪魔よ。りゅうちゃん。ちょっと待ってください、皆さん。りゅうちゃん、後でね。後で遊ぼうね。おもちゃはどこ行ったの？ちょっとあの、進行邪魔されてます、ワンちゃんに。りゅうちゃん、ほら、ネットテレビだよ。ちょ。嫌いなものがない。私、嫌いなもの基本ないんですよ。嫌いなものって言ったら、甘人参と甘いみかんが食べれないです。あの、甘人参って人参のグラッセですね。グラッセにしたやつが大嫌いです。あの、おかずを甘くするなんてありえない。あとね、みかんはね、
なんか酸っぱいみかんは食べれるんですけど、みかんの甘さが嫌いで、なんか食べたらうえってなっちゃうんですよ。なんで、でも缶詰のみかんは食べれるっていう、なんかちょっと不思議な子なんですけども。じゃあ書いてきます。第3位、第3位これね、困るな。うちの PC も不調です。ポンポンさんも不調だって。 PC 不調レベルじゃない。原因が分かってるからね。映像編集しててだからね。そうだよね。ポンポンさんでもね、今ねメッセージがローマ字なの。ああ、それは不調だね。普通だ。キーボードがあれ、キーボードが調子悪いんだね。ウイルスかかったんだね。選べない。ウイルスになるとなるね。おお。お、今4人使用してくれてますね。ありがとうございます。あ、カズネーいないね。カズネー最近でもね、なんか忙しそうな感じが。始まったの。あ、かな。水母、なにわの山ちゃん就職したね。あ、そうなの。なにわの山ちゃんの書いてた。今日久々にミクシー見たわ。おめでとう、山ちゃん。見てないと思うけど、見てるかな。お茶の水の方まで通うんでしょ。あ、そうなんだ。大変だね。はい、じゃあ第3位、はい、どーん、あずき。あずき系の食べ物、あんこ大好き。洋菓子より和菓子派です。抹茶とあんこの組み合わせとか、あずきと生クリームの組み合わせとか超好きです。皆さん差し入れするときはぜひ小豆を持ってきてください。あ、ポポさん PC 直ったって。早っ。早いな。そしてですね、第2位、はい、アイス。甘い系できちゃった。絶対的に甘いのだから、だからやばいでしょ。ね、分かってない。でもタジちゃん言ってやってください。将来もうお前は糖尿だって。分かってない。冬にこたつで食べるバニラアイスが大好き。分かります皆さん。冬にこたつにみかんじゃないんですよ。冬にはこたつでアイスです。これね、多分バニラアイス大好きでね。第2位、あ、第2位じゃない、第1位いきます。なんか社長が吠えてます。PC が直ったよって。直ってない。うちはもちろん日本一だし、杉本納豆の納豆だよね。まあ杉本納豆も美味しいですよね。うち納豆大好きですよ。納豆好きだけど、納豆だけで食べれないんですよ俺みたいに。納豆好きだけど一番好きなものはこれ、煮物。煮物納豆入れる店。まあありっちゃありだけど。煮物大好きなの。肉じゃがとか。なんか見たことになってる。ゆうちゃん、全国放送だよ。ゆうちゃん、世界です。世界発信だよ、りゅうちゃん。まあ映ってないからいいんだけどね。ですね。煮物、そう、筑前煮とか肉じゃがとか、あと里芋の煮っころがしとか大好き。タデちゃんでも結構あちこち行くからさ、うん、京都とかの美味しい煮物食べてると思う。ああ、いいな。もうね、煮物があれば毎日ね、ご飯それだけでいい。うん、あ、煮物と漬物とご飯と味噌汁欲しいな。それだけすればね、毎日。煮物だけしてないじゃん。もう薄いって。でもおかず、主菜のおかずは煮物で十分。大好きよ煮物。あ、でも納豆も好きよ、杉本納豆。杉本納豆美味しかった。もう一回食べたいな。杉本納豆っていろんな種類あるんですよね。うちポンポンさんにもらったのがね、あの大粒の、あの藁で、藁の納豆なんですけど、なんかもっと、この間なんか乾燥納豆だっけ食べてたの、ポンポンさん。その乾燥納豆うちも食べたい。
はい、ということで好きな食べ物は1位は煮物でした。さあ次、次なんか皆さんありますでしょうか。なければ自分で書きますよ。あ、うち好きな食べ物パフェ忘れてた。やった、また送ります。で待ってます。飛んじゃった。待ってます。あのですね、乾燥納豆食べたいな。りゅうちゃん吠えないで、今全国放送中よ。うん、分かった分かった。なんか皆さんランキングがあれば。あ、こんばんは、あのドンペリさんが来ました。こんばんは。あ、そうそうそう、干し納豆だ、干し納豆、乾燥納豆じゃない、干し納豆だ。あー、お茶漬け、うわー食べたい、いいなー、干し納豆だよ。うん、りゅうちゃんまた後でね。そうそうそう、干し納豆が食べたいんですよ、りゅうちゃん。ちょっと今日ね、いろいろね、いろいろ今日みんなに迷惑かけてるの。ちょっとやめて、放送事故は後にしてお願いだから。後で遊ぼうね。うん、後で遊ぼうね。皆さんすいませんね。ドンペリさんこんばんは、ありがとうございます。あのですね、パソコンの調子が痛い、パソコンの調子がですね、ちょっとおかしくてですね、急遽あの iPad からよいしょ、この間の収録したもう、あの収録したあのトークをちょっと流させていただく予定だったんですけれども、ちょっとパソコンがおかしくて急遽 iPad から生放送してます。はい、で今ですね、あの何でもランキングっていうのをやってまして、皆さんがくれたお題を私が独断と偏見でランキングをつけてます。なのでですね、皆さん、あの何かお題があればなんか言ってくれればと思います。回転寿司なの羨ましい。いいな、嫁さんが袋詰めしてますよ。ああ、美人嫁ですか。うち美人嫁見に行きたいな、杉本納豆の。いいな、好きな、ポンポンさん好きな、なんだ好きな、なんだ、いいな回転寿司。よいしょ、ポンポンさん好きなで止まっちゃったよ。好きな、なんだ、もう一度言います、私書きながら喋れません。好きな、もう自分で決めちゃっていいかな。3月に会えますよ。あ、そうだよね、山ちゃんの応援に行くときに古賀市に行くんで、よろしくお願いします。はい、じゃあね、自分で決めます。女性、はい、次がこれ、最近好きな女性シンガー、これも自分の独断と偏見です。これね、多分でもね、みんなが知らない人ばっかりだと思うんですよね。まあいいや、あのちょっとでも気になった方はググってみてはいかがでしょうか。はい、第3位、これ最近じゃないんですけどね、シオンさん、これ多分皆さん知らないですよね。シオンさんってあの古賀はいろいろな出店があるよね。いいなぁ、古賀行きたい。たてちゃん3月にうち古賀マラソンなの、応援に行きますのでぜひ会いましょう。多分いろんな出店見てると思います。はい、でこちら第3位、おポンポンさん知ってます、シオン。私超好きでですね、あの皆さん知らない
方が結構いるかと思うんですけども、シオンさんってあの横浜で主に活動されてるアーティストで、あのベイサイドディーバっていう、まあ、あのコンセプトっていうのかな、なんかそんな感じでやってる方なんですけれども、何年前かな、3年ぐらい前に一回あの喉にポリープができちゃってですね、ナナちゃん、はい、何でしょうありがとうございます。あのシオンさん、あの喉にポリープができちゃいまして、3年ぐらい活動を休止してたんですよ。で、ここ最近かな、去年か一昨年ぐらいに、あ、一昨年か、一昨年ぐらいにまた、活動を再開しまして、今すごいいろいろとなんかアルバム作ったりとか、なんかいろんなイベントに出たりとか、また活動をいろいろとしてますので、シオンさんよかったら皆さんググってみてください。すごいね、可愛い声のお方です。あの、あ、ジャンルは R&B です。よいしょ。はい、で第2位誰だろう。はい、これも皆さん多分ね知らないと思います。第2位ミス王者さんっていうんですけれども、こちらの方はですね、あの名古屋で活動、ずっとインディーズで活動されてた方なんですけども、去年にやっとメジャーデビューした方なんですよ。で、こちらのミス王者さんもずっとあの R&B でやってきてる方で、なんかでもメジャーデビューして CD とかの有線とかで結構流れてたりするんですけども、最近はなんかずっとカバー歌ってますね。なんか最近椎名林檎さんのカバー歌ってたりとか、あとなんだっけ、最後の雨歌ってる人って誰だっけ、中西さんだっけかな、中西さんのあの最後の雨とかカバーしてたりだとか、なんかあと坂本九さんのなんだっけ、見上げてごらん夜の星を、夜の空をだっけかな、その歌カバーしてたりとか、今なんかすごいカバー中心で動いてるって感じがしますかね。私なんかミスオジャさん、また R&B を歌ってほしいっていうのが本音なんですけども、皆さんよかったらミスオジャさんググってみてください。すごいね、綺麗な方です、この方。よいしょ。第1位か、最近じゃないけど、はい、はい、出ました、はい、出ました、愛子さん、もうね大好き、パプリカモンが消えた、大好き大好きなのいや、ドリカムも好きですよ。でもなんかね、最近ってつけちゃったからどうしようと思って、最近ドリカムロック歌ってるえ、ずっとドリカム歌ってる。ドリカムも好きなんですけども、やっぱね愛子さんですね。あの初めて愛子さん知ったのが小学校6年生なんですよ。で、なんか、まあ、あの初めて生で見たのがきっかけで、あのすごい、あ、愛子生で見たって思って、それから愛子さん聞くようになってから、なんかすごい歌詞がいいなとか曲がいいなとかって思って聞くようになってから、もうこんな年になってまでずっと好きですね、愛子さん。すごいね。多分ね、皆さん知ってると思います。カブトムシって歌です。カブトムシ歌ってる方です。よかったら、聴いてみてください。もう愛子、何歳だっけかな。去年の11月で確か36とかになったのかな。35か。35ぐらいになってたんですけども、全然見えないですよね。うちもあんな35になってみたい。まあ、愛子さん本当に好きな、あの私の憧れです。さあ、時間がどんどんと迫ってきてます。愛子 CD 持ってます。お、ポンポンさんいいですね。何持ってます、愛子の。もうね、カラオケ行ったらうち愛子とかドリカムばっかり歌ってるんですよそれくらい愛子好き。カメラがちょっとねずれちゃいますね。
で始まったのが21時7分でしたっけ、そんなぐらいの時間ですよね確か。21時7分足す30分、37分までか。早っ、あと4分しかないの。おお、なになになに、実は7月に古賀で僕主催でライブ開催予定です。え？どういうこと？え？ナイスを呼んでもらわなきゃ。え？ポンポンさん何やってるの？え？どういうことポンポンさん？オーガナイザーやるってこと？ぜひ歌わせてくれませんか？古賀でライブやりたい。ナナちゃん参加してください、参加させてください、ぜひぜひ歌いたいです。すごいね。え、ライブ開催って何やるんですか、何イベント、てかどこライブハウス、全然参加したいですよ。野外なのかな、でも7月、あでも4月か、もうお祭り時だし野外なのかな。なんか新しくついた協賛のピットライン、あピットラインさん、そう、うちのネットテレビですね、協賛がすごいいっぱいついてるんですけども、新しく協賛が入りまして、そうです。後で正式オファーします。ぜひぜひお願いします。もうね、うわ、もう7月になったらね、多分古賀市の曲もね、完全にできてると思いますので、ぜひ歌わせてください。りゅうちゃん、邪魔。古賀は行事がたくさんありますよ。そうなの？いいな、お祭りがいっぱいあるとこっていいな。お祭り行きたい。うん、りゅうちゃん邪魔。古賀市の歌ですね、もう少しで完成予定です。あとですね、前々から言ってたかな、多分 Facebook とかで確か言ってたかなって思うんですけれども、映画の主題歌を実は作っておりまして、もうすぐ完成します。映画の主題歌といっても自主映画の主題歌なんですけども、ちょっと私決定しまして、ちょっと作ってたんですよ。でもう少しでできますので、よかったらですね、皆さんチェックしてみてください。まだクランクインもまだしてない、2月の16日クランクインかな。そうですね、2月の16日クランクインで、これから作り始めるっていう映画なんですけども、多分今年中にはできると思いますので、Facebook とか Mixi でも告知どんどんしていきますので、よかったら皆さんチェックお願いします。今年はですね、まあいろいろいつもみたいなイベント出演とかもするんですけれども、地方とかのライブも行きたいし、はい、前々から言ってました、テレビとかのテーマソングとか作ってみたいなとかって思ってますので、よかったらなんかお話があったら皆さんくれればなと思います。よろしくお願いします。もうね、そろそろね、いい時間なんですよ。で、事務所のパソコンはっていうと、まだちょっと直っておりません。本当に皆さんごめんなさいね。今日4人も見てくれてね、本当にありがとうございます。もう多分皆さん最初ちょっと待ちましたよね。多分起動しないなと思ってちょっと落ちましたよね。多分一回。ケケって誰だ？ユーストリーマー1546533、だってさ見てくれてるのかな。もう終わり際になって一人視聴者が増えてくれました。ありがとうございます。はじめまして、ナナって言います。
よかったらあの名前教えていただければと思います。コンポじゃでもとあの古河市でやるんだったらさ、うん、今年夏終わりぐらいからさ東北ツアーを奈良ちゃん組もうと思ってるから、うん、一緒にね、うん、主催したいね、うん、したい、絡めるんだ。そうなんですよ。なんかですね、福島仙台、そう、すごいね、東北からライブをしてくださいっていうオファーがすごい、あの今年、あ、カラオケの店長さん、この間のトイレの神様トイレの神様置いたのかな、置きました、それでおむつあら、てかカラオケの店長さん、なんでこの番組を知ってるんでしょうかFacebook で友達とかかな。え、でもその後に Facebook は見たんですけど、カラオケの店長やってるって人が誰一人いなくてあれ誰だろうって思って、ナプキンはある、そうそう、ナプキンあるんですよね。違う、おむつ、子供を連れてきた人のママさんのために多分おむつがあるといいんじゃないかなっていう話前ちょっとしてて、あとはね、その後も、あ、おむつも置いてるんだ、おむつも置いてるみたい、もうすごいね、良い周到ですね。ちょっとね、その番組終わった後もちょっと考えたんですよ、リエちゃんうるさい。で、まあいろいろと、あ、カメラがいろいろと備品置くのもすごい、あ、いいところだなって思ったりするんですけども、心狭い人も中にはいて、絶対パクると思うんですよ、いろいろ置きすぎても。だからそんなに置かない方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思います。置きすぎてもね、多分絶対パクられると思いますよ、誰かに。なんかすごいチャットがね来てるんですよ。6枚使ってみまして、6枚って6枚ってなんだろう、まあいいやだから、うん、まあそこまでなんかそこまで用意周到に置かなくてもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。 あとこれあったら、カラオケのトイレにこれあったらおーってなるなって思ったのが、制汗剤。俺ね、ドライヤー。ドライヤー？盗まれないようにちゃんとチェーンかけて。女の子髪の毛セットしたりさ、化粧を直すでしょ、合コンとかでカラオケ行くから、うん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 、男も女もドライヤーがあると、うん、こう合コンの時とかセットできる。あ、ドライヤーか。あとさ、電車がなくなった人とか止まったりするのにカラオケ使うじゃん、うんうんうん、ドライヤーあると結構、うち制汗剤だからって思ってた。制汗剤だってコストがかかりすぎない。そう、パクられるし。そうなの、そこなの、絶対パクられるって思って。でもなんかあったらあったですごい、だって歌って汗かくじゃん、匂い気になるじゃん、すごい。トイレにあったら絶対みんなシューってやると思うんですよいいなって思ったんですけど、多分パクられますね、それはちょっとやめておきましょうこれは聞いちゃいけない質問これは答えられないこれは答えられないし、違います8枚使ってました？すごいっすね、生理用品8枚もあるのかそこまでちょっとわからないですけども、お客さんの数でしょ。ああ、すごいっすね。こんな番組なんですけども、もうとうに30分を超えてしまったんですよで、パソコンもちょっと今、直らない状態でしてこのまま終わっちゃおうかなって思ってたところで、店長さんが今来ちゃったんで、
あのどうしようかなって頭の中で今考えてるんですけども、どうしようか、このまま閉めちゃってもいいのかなってちょっと思います。あのですね今日今日放送10時までやりましょうか。そしたらそっか、そしたらじゃあ霧のいいところで10時までちょっと放送したいと思います。よろしくお願いします。あのですね、今日流す予定だったあの30分延長、30分じゃないな、15分延長ですねなんかうちの番組延長が当たり前になってきてる、ね、どっかのメガネザルがパチパチパチそうだよ、うちフリー芸人じゃないもん。わーい、ありがとうございますあ、でもうちは山ちゃんじゃありませんよ、フリー芸人じゃありませんのであ、じゃあ15分を延長したい。トイレは大丈夫、トイレ大丈夫ですよ、ありがとうございます。さっきコーヒーいっぱい飲んだけど大丈夫です、まだですね、何やろうかな15分延長ってなったけど、ですね、じゃあこのまま引き続きカラオケのトイレにあったら便利なもの、いやうちね考えたけどね、やっぱおむつしてるから、おむつしてないよおむつしてません。そう、奈々ちゃんオムライスするからね。しないもん事務所のソファーにおしっこもらったらしてないよ、ちゃんとトイレ行きますよでもね最近ね、あのめんどくさがりがちょっと究極になってきて、トイレ行くのもめんどくさがりになってきちゃったんですよそれダメじゃんうん、ナプキンですから、ナプキンしてませんあの、ナプキンおしっこ漏らしてもいいようにするんだ違う、漏れる漏れるあのですね、また止められちゃうんでユーストリームにまた強制終了させられちゃうんでもうね、二度と同じ過ちは繰り返しませんよ。チャット生歌、あ、ちょっと生歌でもシビンシビンしないもん。てか女の子ってシビンできるの？あるよ、女の子にシビンってあるよ。あ、そうなの、へえ、わかりませんよ、しないから。あのタネちゃんからちょっと生歌でもってきたあれ置けないんだっけ、置け、今ちょっと社長がじゃあ準備でき次第じゃあちょっと生歌歌いましょうかね、こんな特別番組になってますので。おむつしてるよ店長、え、店長さんおむつしてるんですかなんでトイレ行けないの、仕事中に。ディアマイフレンドだった、ディアマイフレンド、お、じゃあ、あの、ディアマイフレンド、え、トイレ行けないんですか？え、そんなに忙しいんだ、そこのカラオケボックスじゃ。大阪だよね。大阪どこだろうね、道頓かな、うん、どこだろう、道頓堀とかかな。大変ですね。え、やっぱでもおむつって便利ですか？あ、仕事は大変。仕事大変ですよね。あ、来た。ちょっとじゃあ準備ができましたので、今日ね特別番組でこんなことになってしまったので、ちょっとじゃああの一番だけでいいよね、このちょっと時間もないから歌いたいと思います。生ライブですよ皆さん、いいね。じゃあはい、じゃあ歌わせていただく曲は蘭義行さんプロデュース Dear My Friend です。皆さんよかったら聴いてください。ねえ君に伝えた気持ちがこんなにも溢れそうなの、ねえだけど言葉にするとなんだか照れくさいんだ、だからこうして歌
歌にして君に送るよ。うまく表現できないけれど、出会えたことも過ごした日々も思い返せば、今は会えないんだとしても、歌わせていただきました。あ、たてちゃんありがとう。何度聴いてもいい歌だねって、ありがとうございます。この歌ね、本当にね、いい歌ですよね。何、ナプキンつけるときは後ろ長くする？なんつう質問だよ。あのですね、それは寝るときだけ。寝そべるでしょ、寝そべったら、お、パチパチパチって、ありがとう。みんな拍手してくれ、みんな拍手してくれてます。あのですね、その、じゃあ質問に答えますけど、それは寝るときだけですね。寝たら、まあ、お尻のラインあるじゃないですか。そっからちょっと伝わってきちゃって、下着を汚しちゃうっていうことになっちゃいますので、寝るときは後ろを長くします。はい。普通につけてるときはまあ普通ですね。っていう、大丈夫でしょうか？こんな答えで。そんな感じです。あと、もう短いですね。あと10分しかないです。今んとこ5人視聴してくれてますね。本当にありがとうございます。もうね、今日ね、なんかみんな待たせちゃってるし、放送するのかしないのかっていう感じだったんで、多分見てくれてる人いないんじゃないかなって思ってて、ちょっと心配だったんですけど、まあ5人もいてくれたんで、ちょっと本当に助かってます。本当ありがとう。もうね、私皆さんがいないと、おむつしてよ。おむつしないよ。なんでおむつするんだよ。もうね、漏らさないで大丈夫です、おむつは。てっちゃんちょっと邪魔。ですね、もうあと10分になってしまったんですけども、ちょっと皆さん待ってください。よいしょ、あと10分、何しましょうか。うん、てっちゃん呼んでるよ。ちょっと、はい、今日はなんか散々ですね。りゅうちゃん、おしっこできる。ほら、その辺の話題をもうやめましょうよって来ましたよ。そうですよ、またね、ユーストリームで強制終了されたくないんで、ちょっとその辺の話題はね、よいしょ、下ネタになっちゃいますのでやめときましょう。とりあえずですね、まあ、カラオケ止められるよってかわゆいね。かわゆいね。ありがとうございます。うちのことなのかな。ありがとうございます。とりあえずあと8分ですよね。8分で何ができるかな。トークぐらいしかできない。あ、そう、告知がありますよ。大変なことに気づきました。はい、書きます。2、いや、もう書きづらい。重要な告知です。あ、もう2月になっちゃいましたね。2月ですよ。あともう少しで節分ですね。あ、2月の日付は2月の6日水曜日ですね。場所が、ごめんなさい、字が汚いです。
渋谷で行います。ありがとうございます。渋谷のバーシフティっていう、あのちょっとあの、まあ、DJ バーですね。あの小箱なんですけれども、あの私がですね、あ、今日川田さんの誕生日、うん、そうだよ。あ、川田さんおめでとうございます。川田さんの誕生日知らなかった。あ、そうなんだ。てか前あの黒船でなんかランさんに見せてたスペースダッキーのロゴが入ったハマーのミニカーめっちゃかっこよかった。あれちょっと欲しいって思った。はい、渋谷のバーシフティではこれなんですけども、こちらあの小箱になってまして、私が生まれて初めてなんだライブしたところです。はい、去年じゃないな、今年からちょっとね、またシフティで始めようっていうことになりまして、なんと私ピックアップライブです。字が汚いですね。はい、ピックアップライブピックアップされてます。お時間の方がですね19時オープン、19時10分開演になります。エントランスゲストの方がですね1500円、ワンドリンク付き。これですね、ゲストはどうやったら入れるかっていうと、当日までに私にミクシーでも、Facebook でも何でもいいんで、私に事前に連絡をいただくか、当日にエントランスで、なるちゃん見に来たよって言ってくれれば、エントランスのお兄さんが1500円にしてくれますので、よかったらお越しください。で、何にも言わないと当日来たら2000円、 1D になってしまいますので、よかったら7を見に来たと来た汚いな、7を見に来たと言ってくれればですね、1500円の 1D で入れますので、皆さん2月の6日、渋谷のバーシフティ、ぜひお越しください。あのね、寂しい？あ、店長さんバイバイしたんだ。店長さんありがとうございます。お兄さんイコール山ちゃん。大阪よっては、今のところないですよ。ちょっとですね、遠征ライブもすごい行きたいと思ってましてですね、話があれば全然行きますので、なんかよかったら、なんかいい話がありましたら、ちょっと歌わせてください。よろしくお願いします。今年は東北方面からちょっと結構お声がかかっておりまして、東北方面に行こうかなって思ってるんですけども、関西の方でも歌いたいってずっと思ってますので、よかったら、話があったらお願いします。あ、仕事です。お仕事頑張ってくださいね。よかったら、名前教えてください。店長さんでしか言えないんで。あ、そうそうそう。このね、2月の6日のライブ。この2月の6日水曜日のライブ。はい、この山ちゃん出ますね。あとですね、昨日ポンポンさんは知ってるかな、昨日山ちゃんの番組にゲストで出てた翔太くんも出ます。で、昨日山ちゃんの番組で山ちゃんが告知してたよしくんも出ます。はい、あと私ですね、奈々ちゃん出ます。あとがうちの事務所からですね、しけくんも出ます。あとゲスト出演、なんと岐阜からお越しいただいております、太一くんっていうんですけれども、太一くんも、あ、和也さんっていうんだって。大阪の店長、和也さん、お仕事頑張ってくださいね。太一くんですね、ギターの弾き語りする方で、すごいね、優しい声なんですよ。
すごい歌うまいんですよ。でトークもうまいんですよ。一回ちょっと見させて、ライブを見させていただいたんですけども、ぜひぜひ見に来ていただければと思います。あともう一人いた、ごめんなさい。あとですね、まだちょっと会ったことはないんですけども、女の子で千里ちゃんっていう女の子も、はい、出てます、出ますので、よかったら見に来てください。1500円ですよ、1500円です。ただし奈々ちゃん見に来たよってエントランスで言わなきゃ1500円になりません。よろしくお願いします。東方骨は初日は古賀から、うん、ぜひ古賀からスタートぜひやらせてください。うん。でもね、子が行きたい行きたいって言ってて、やっと3月に行けるからね。ポンポンさんさ、近いからさ、うん、じゃあ、2人にさ、うん、力借りて、ワンマン、ワンマン作ってもらったら。ワンマンか。ワンマンできるほどの。侵害やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、和也さん、電話番号載せちゃダメだと思う。携帯さ。ちょっと知らないですよ、板伝されても。ちょっと 今からいいよ。ダメですよ、携帯番号は載せちゃいあかんですよ。あかんですよ。まあ初日ここからやります。東北じゃないけど。なんだろう、3月じゃないか。てかポンポンさんが主催するそのライブにぜひね。8月は忙しいからね。うん。野外がね。うん。6月も大きいのやろうとしてるから。おお。あ、ドンペリさん、神奈川は？神奈川もやってますよ。ザニー。うん。この前のザニーもそうだし、まあ、もうね、サンフォニックスホールがなくなっちゃったんだもんね。うん。前までサンフォニックスホールやってたんですよ。歌ってました。あとランさんの主催するカラオケ大会とかにも出てたし、結構、して、もうね、神奈川でもね、結構活動はしてるんで、今度するとき全然告知しますので、ぜひよかったらまた見に来てください。今回、今度は渋谷ですけれども。ね、おむつしてよって、しないって言ったじゃん。あ、7月13日予定だって。うーん。おう。じゃあ7月13日予定、ね、うん、開けときます。なんか詳細後で教えてください。1分過ぎちゃいましたね。ちょっとここで締めたいと思いますけども、ですね、今見てくれてる5人の視聴者の皆さん、今日は本当にありがとうございました。もうね、8時半で放送できなくて、9時でも危うくて、どうしようかと思ってたところなんですけれども、こうしてね、ちょっと、無事じゃないけど、放送することができました。今度、ちゃんとね、パソコンの状態をよくちょっと見てもらってですね、今日放送しようとしてた、巣鴨から呼んだ、ゲストさんの、収録の模様をちょっと、流したいというか絶対流しますので、よかったら来週も見てくださいね。電話お願い。ダメですよ。店長さん、個人情報は載せちゃいけません。よかったら来週も見てくださいね。ありがとうございました。バイバイ。